松岡清は、日本の政治学者。学位は修士。静岡県立大学経営情報学部講師、大学院経営情報イノベーション研究科講師、社団法人行政情報システム研究所研究員、一般社団法人行政情報システム研究所、主任研究員などを歴任した。行政学、公共政策、地方自治を専攻する政治学者である。 公共交通政策やデジタルガバメント政策の研究に従事した。行政情報システム研究所で研究員や主任研究員を務めた後、静岡県立大学で教鞭を取った。同盟の学校法人により設置、運営される、早稲田大学に進学し、政治経済学部の政治学科にて学んだ。二千四年三月、早稲田大学を卒業した。それに伴い、 学士の学位を取得した。そのまま、早稲田大学の大学院に進学し、政治学研究科にて学んだ。2006年3月、早稲田大学の大学院における修士課程を修了した。それに伴い、修士の学位を取得した。2008年4月、社団法人である行政情報システム研究所に採用され、研究員として着任した。その後、 行政情報システム研究所は一般社団法人に移行するが、以降も引き続き勤務する。後に主任研究員に承認している。また、その傍ら他の教育、研究機関の職も兼任していた。同盟の学校法人により設置、運営される東洋大学においては、2010年4月より法学部の講師を非常勤で兼任していた。 同盟の公立大学法人により設置、運営される鶴文科大学においては、2013年4月より文学部の講師を非常勤で兼任していた。母校である早稲田大学においては、2014年4月より政治経済学術院の講師を非常勤で兼任し、大学院の政治学研究科の講義を担当していた。青山学院が設置、 運営する青山学院大学においては、2019年4月より、法学部の講師を非常勤で兼任していた。また、これらの職務を果たしながら、さらに、早稲田大学の大学院の政治学研究科に在籍しており、博士後期課程で学んでいたが、2012年3月に単位取得退学している。2021年4月、 県と同盟の公立大学法人により設置、運営される静岡県立大学に転じ、経営情報学部にて常勤の講師として着任した。経営情報学部においては、主として経営情報学科の講義を担当した。また、静岡県立大学の大学院においても、経営情報イノベーション研究科の講師を兼務することになった。 経営情報イノベーション研究科においては、主として経営情報イノベーション専攻の講義を担当した。専門は政治学であり、特に行政学、公共政策、地方自治といった分野を研究していた。具体的には公共交通政策や電子政府政策について研究していた。また、政策移転や政策波及、あるいは調整組織や 省庁内の横割組織についての研究に従事していた。理論と現場との加強を目指して研究に取り組むとともに公共政策立案における資座の寛容を目指して更新の育成に努めた。学術団体としては日本行政学会、日本公共政策学会、日本地方自治学会、日本政治学会、早稲田政治経済学会といった団体に所属していた。 ありがとうございます。